お世話になっております、マサルです。今回は OP25B について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず OP25B とは何かをお話しします。その後に OP25B のデメリットとその対策についてお話ししていきます。それでは始めていきましょう。 OP25B アウトバンドポート25ブロッキングというのは、自分のネットワークから外部のネットワークへのポート番号25番の通信を遮断することで、迷惑メールを送りにくい環境を作る迷惑メール対策の一つです。迷惑メールを送りたい攻撃者は、様々なネットワークに存在するメールサーバーを使って1日に大量のメールを送信しています。通常 ISP などで用意しているメールサーバーは1日に送れるメールの容量を制限していて、攻撃者が送りたい膨大な量のメールを送ることができません。なので攻撃者は外部ネットワークに公開されているメールサーバーを使って大量の迷惑メールを送ろうとします。しかし OP25B を行っているネットワークでは、外部ネットワークへのポート番号25の通信が遮断されるので、外部のネットワークのメールサーバーを利用することができません。その結果、攻撃者は自分のネットワークにあるメールサーバーしか利用することができなくなり、迷惑メールを大量に送りたい攻撃者が大量の迷惑メールを送りにくい環境を作ることができます。さらに OP25B はセキュリティ対策としての効果もあります。例えば PC が何かしらのマルウェアに感染して勝手に外部のメールサーバーと通信しようとしたときに、 OP25B を設定しておけば該当の通信を遮断することができます。このように OP25B を設定することで、外部のネットワークのメールサーバーを利用するためのポート番号25番の通信を遮断して、迷惑メールを送りにくい環境を作ることができています。 OP25B を行うことで迷惑メールを送りにくい環境を作ることができるのですが、その反面デメリットもあります。例えば自宅のネットワークから別のネットワークにいる会社のメールサーバーを利用してメールを送信したいときに、正規のメールなのに OP25B によってそのメールが遮断されてしまいます。このように外部のメールサーバーを使うことができなくなるのが OP25B のデメリットです。このような場合はサブミッションポートを利用することで解決します。正規の用途で外部のメールサーバーを利用する場合には、認証機能がある SMTP オースを使ってメールサーバーのポート番号587番サブミッションポートに接続してメールを送信します。ポート番号587番の通信は OP25B の影響を受けないので、外部ネットワークのメールサーバーを利用することができます。こちらのメールサーバーではしっかり相手を認証して、正規のユーザーであればメールの配送を行います。このように外部のメールサーバーを使うことができないという OP25B のメリットは、サブミッションポートを利用することによって解決することができます。それでは今回は OP25B について一緒に勉強しました。最後に少しだけお知らせです。皆さんのおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国書店にて発売です。通信販売、電子書籍でも発売します。詳しくは概要欄をご覧ください。今回は OP25B について勉強しました。それと似たもので IP25B というものがあります。OP25B は送信者側目線での迷惑メール対策でしたが、IP25B は受信者側目線での迷惑メール対策です。結論から言うと、疑わしいメールサーバーからのメールは受信しないことで迷惑メールが届かないようにする仕組みです。疑わしいかどうかは、送信側のメールサーバーが動的 IP アドレスを使っているのか、静的 IP アドレスを使っているのかで判断します。通常メールサーバーは静的 IP アドレスを使うのに対して、攻撃者は独自に運用しているメールサーバーを作って動的な IP アドレスを設定してメールを送ってくる事例が多く発生しています。このような背景から、動的 IP アドレスが設定されているメールサーバーからのポート25番宛てのメールを破棄することで、迷惑メールの受信を防ぐ効果が期待できます。